お客さんどっちかなんでタクシーな、ね、ちょっとじゃあ墨の絵まで、墨の絵までボートの時間始まりました。さあということで今回はですね距離を取って はい、やらせていただいておりますので、はい、今週のボートの時間元気よくいきましょう。それでは皆さんどうぞ。いよいよ次週から開催される SG 第47回ボートレースオールスター。今回はボートレースのことを知り尽くしたあの方々に注目すべきポイントを教えてもらいます。さあというわけでですね、今回はですねボートレース墨の谷アクアライブステーション解説でおなじみの立山和馬さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近ちょっと準レギュラーじゃないですか。え、準レギュラー、なんやかんやね、なんやかんやね、なんか知らんけど YouTube まで引っ張り出されちょっとちょっとちょっと大活躍。さあそんな中ですよ、はい、SG 第47回ボートレースオールスターが、はい、いよいよこのね墨の谷で開幕ですけど、ナイターで、ナイターですよ、ね、そんな中やっぱ立山さんに聞かないといけないのは注目モーター。ね、これがだからでも相場はちょっと出てきたんでしょ。ちょっと出てきましたね。ちょっと出てきた。それぞれ あれ部品がチェンジできるんで、ほーやっと整備がね、はい、部品交換が OK だった。あ、なるほど。これは大きいです。これ大きいですか。大きいです。ということは部品交換してガラッとなんか展示タイムとか変わったらそれちょっと注目した方がいい。注目、ね、前回の A エンジンが置いてあるからね、うん、セットで。ああ、なんか前回の E エンジンの部品をそのまま入れたら変わり映えするかもしれない。そんな中今一番注目やっぱり83ですか。松井が引いたねすごいですよね。そうこれね今ねオール大阪ラピードカップのここで今ロケさせてもらってるんですけど、うん、松井さんがその83を引いたから、ね、じゃあもう皆さん83は絶対に覚えておいてほしい、ね、あとそのなんか沢田の53じゃないですか。53井上忠正がタッチで残った。はい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 、あれいいですね。立山さんが見てて実はこれいいんちゃうかっていうなんかあるんですか。58やね。 58? 坂本君が乗っとったやつ。ほう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 。62 62 62で内山君乗っとった77 77。海老沢がね、成績悪かったけど、チェンジタイムは良かったですよ。79。こちらが立山さん注目のモーター、要チェックですよ。いやそんな中だからこの若手も注目でしょ。この3人は3人ね。上田竜先生じゃ初やから SG。 SG 初なの。初せやけどやるよ。やるよる。ほらずぶっとい、ずぶっとい。 あとやっぱりね竜星の場合エンジンやね。あエンジン、あんまりスムーでええエンジン引かんな。はあ、はあ、ということはこの辺今上げたやつをちょっと引いてほしい。引いたらおもろいで。でもこのメンバーもやっぱりオール大阪走ってますからアドバンテージはありますよね。楽やでな、エンジン知っとるから、ね、エンジン知ってもう調整は分かりきりますもんね。ヘラの数もね。はいはいはい。じゃあオールスターぜひ SG で注目すべき点ファンの皆さんにお願いします。それはモーターや。モーターもうこの83、53、うん、もうこれ引いたら、うん、これ引いて準優勝のようなんだつらいね。さあということで今回のスペシャルゲスト立山和馬さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそして今回はもう一方特別ゲストでございます、はい、まあアクアライブステーションでももちろん解説していただいて、うん、そしてね JLC スカパーの方でもね、はい、もうもちろん解説でございます沖口幸沙さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはだからこの墨の谷の SG ボートレースオールスターですよ。どんなイメージですか。いつもグランプリのイメージじゃないですか。あそうですね、今月地元が6人ぐらい出るんですかね。はい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 、6人出ますね。そうですね、はい、まあここはちょっとやっぱり有利ですね。あ、はい、地元有利ですか。うん、有利ですね。いやでも本当いつもグランプリになったら奥地さん別の取材で、はい、寒いピットの中、うん、ずっと取材してますもんね。まあそうですね。オールスターはあったかそうですよ。はい、はい、これはちょっとね本当にすごくいい時期だから、うん、今までのこの墨の谷の SG のイメージがちょっと変わりますね。ちょっと変わりますね、はい、だからドリームですよ奥地さん。峰選手、大山選手、宇津島選手、桐生選手、石野選手、白井選手、大山選手がもうファン投票第2位ですから ね、すごくないですか。まあすごいですね。昔では考えられません、はい、どういきましょうつまり、うん、ただね、まあ、キックモーターにもよりますけどね。そりゃそうです、そりゃそうですよ、まあ、足が一緒だったら、やっぱりもう峰選手の逃げからでしょうね。あ、まあ、やっぱり墨の谷のイン、ナイター、うん、少々エンジン分が悪くても、はい、もうここの逃げ皿でしょうね。紐どうしましょうか、ね、ここはちょっと考えどころですね。考えどころですか。大山選手の差しもこれは十分ありますね。ただ1着まではねやっぱあの峰選手のスピードターン
突き抜けるのが難しい。突き抜けるのは難しいけど、2着追走という形は十分でしょう。ただこのオールスターのベスト6に入るとね、これどうかなというちょっと疑問なところはまあ多少はありますけども、だから要はもうそれは SG のドリーム戦ですから、はい、オールスターの2号艇、うん、緊張感は絶対ありますよね。ありますあります。そこにどう打ち勝つかですよ。です、ね、いやでも本当沖口さんももちろんボートレースオールスターね出てますから、佐々木発祥、はい、苦い思い出あるんですよ。やっぱり一番印象に残ってるのは、あの丸亀の時にね、大怪我したしましたね、これで、うん、準優勝戦でね、準優でちょっとね、腰の骨折ってね、大怪我ですね。それぐらい激しかったんですね。まあ、5ヶ月休みました。立山さんが言ってましたけど、はい、あれはもう、大きい優勝やったんやって言ってました、そうなんや。悔しいというよりも、再起できるかどうか、そっちの方が、そっちの方が心配でしたね。はい、だからそれぐらい熱い思い出があるそうです、ね、オールスターですから、はい、やっぱりファンの方の投票で出れるわけですもんね。そうですね、はい、ちょっとやっぱり違いますか気持ちは、うん、やっぱりその船券を背負って走るわけですからね、はい、でそれはちょっと自分で取ったもんとは違いますからね。あの思い入れはまた違ったものがありますね、はいはい、ということはもうこの峰選手がやっぱりファン投票ねずっと連続1位ですから、はい、それはもう峰選手も背中にすごい票を背負ってね、はい、あのドリームの1号艇に乗るわけですからね。それに対抗するやっぱり他の選手ですけども、もちろん地元大阪勢は黙ってない。はい、そりゃそうでしょうね。まあ今のこう調子見とったらやっぱり湯川選手が怖いですね、うんうん、この間もすごいですね。いい名機に引っかかればまた伸びしようにして一撃も、うん、まあ、あの湯川選手にしてみたら中堅上位ぐらいあったら十分じゃないですかね。そうか、荻生さん、ファンの皆さんに SG ボートレースオールスター、はい、注目ポイントを最後一言お願いします。セミナーの場合は分からん時は1コースからですね、はい、分からん時は1コースから、はい、迷ったら1から、はい、何が何でも、あの選手を見なくてもね、選手見なくても、はいということで、もうボートレース隅の絵、意味が強い、はい、それがもうはっきりと答えが出ておりますということで、おけぐさんまたぜひゲストで出ていただきたいと思います、はい、ということで、おけぐさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大阪のレジェンドが語るオールスター展望、ありがとうございました。そしてさらに倉庫に眠るあれを引っ張り出してきちゃいました。これが、はい、あのねすごいんですよ。第17回佐々川賞のアルバム、はい、あら選奨会、そんな残ってるんですね。残ってる、ちゃんと見たい見たい。いやこれはちょっと見ても分からんわ。分かんない。あーすげー、長峰さん、野中さん、鵜飼さん、あーすごい。いやちょっとユニフォームがちゃうもんね。違いますね、ユニフォームが。だから見て、ほら昔のヘルメットのやつやもん。あ、ほんまや、あのね、アメフト時代みたいな。すごいですよ、このね、ガラスなやつ、シールドがないから。あ、すごい、めちゃめちゃ目痛かったらしいよ。あ、やっぱかかるから。そうですよね。そう、あ、優勝野中さんなんですよ、17回ね、地元で。あー、すごいですね。これが第34回、34回、2007年。あ、じゃあ前回住之江で行われた時。そう、これもうみんな見たことある知ってる顔。すげえすげえ、これ13年前の峰さん滑ってはるわえ、これ峰さん、13年前の峰さん滑ってるわ。こんなことや、滑ってますわ。滑ってますやん。この時に優勝したんが瓜生さん。え、見たい見たい見たい。若っ、ワリュウの時や。ワリュウ、あ、若っ、若っ。なんか確かに瓜生さんがワリュウの時や。ワリュウの時、ワリュウちょっとやんちゃっぽいよね。まだ飯塚弁が抜けへん時や怒られて、今はすっかり抜けて。これのなんと、はい、すごいよ、出走表案。お、当時の。そう、1日目ドリーム、初日のドリーム誰ですか。松井さん仕上がってる。あ、仕上がってる、あ、仕上がってるわ。みんな若い。え、うわー、やばー、めちゃくちゃ男前。ほんでこれも友也さんと健吾さん、浜名屋さんがとうとうのエースのこの、ほんまのあれの時ですよ。バチバチのロン毛2人てかロン毛多くないですか。何がやな、なんかロン毛2人だけや。いや、さっきのだって写真なんか前髪長かったりとか結構長くないですか。スパイダーマンで滑ったやつおったこれめちゃめちゃ若いな。これちょっとやばい、やばいな、この前髪やばい、やばいな。22歳で峰君
したかな思ったら岡崎さんも二十歳で出とるから。二十歳？王子、前髪王子の。おお。石野さん24やもん。ね、石野さんやばい。見て。これはやばい。かわいい。なんやこれ。少年や。少年や。めちゃくちゃかわいい。すごいねこれね。ね。ずっと見てられた。さあということで皆さんに素敵なプレゼントでございますが、はい、今ねボートレース墨の上では絶賛電話投票キャンペーンを開催中なんですよ、はい、そんな中で節間中に3000円を一口として素敵なキャンペーンということですから、はい、これ見てる時にはやっぱりボートレースオールスターをね3000円買えば、はい、もう誰でも応募できるということですから応募できます3000円一口だから電話投票キャンペーンにしっかりと、何登録していただきたいですね、はい、でこれで何がもらえるんですかこれはドリーム、うんメンバーのオリジナル T シャツですね、はい、です選手の方のだから1号艇から6号艇までのドリームメンバー各選手のデザインされた T シャツがもらえるということで、はい、これはちなみに、はい、大山千尋選手の、はいはい、2号艇のねそしてこれは5号艇地元大阪石野貴之選手になっております、はい、さらに応援サポーターの、はい、なんと、はい、板野友美さんのオリジナル T シャツもあるということですから、はい、めっちゃ可愛かったですよ、ねうん、皆さん応募していただきたいと思います、うん、そして T シャツ残念ながら外れたから方は、うん、ダブルチャンスとして、はい、いろんなプレゼントもございますめちゃくちゃいっぱいあります、はいはい、ぜひとも皆さん応募してください、はい、そしてさらに番組ボートの時間からなんと、はい、全員分、はい、ボートレースにくいオールスターとこうなってますこれをなんと全員 1,2,3,4,5,6,7,8 お前一人消すなようそやうそや消すなよごめんなさい誰消した誰消したん分かれへん高橋消したいや違います高橋さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれの全員セットを、はい、なんと10名様10名様に10名様にプレゼントしますんで、はい、ぜひともこちらの方もどんどん、はい、応募していただきたいと思いますさあということでボートレースオールスターも楽しみでございますが、はいどんな戦いになるんでしょうか離れてねということで今週はこの辺でさよならまた来週ずっと、ヒロインから次回のボートの時間はお家で楽しむボートレースボートレース墨の絵では現在日刊スポーツ立て争奪第54回しぶき杯競争が開催中詳細はボートレース墨の絵のホームページをチェック上から視聴者プレゼントのお知らせですボートレース墨の絵ペア有料席ご招待券を10組20名様にそしてオリジナルクオカードを10名様にプレゼント番組ホームページからどしどしご応募ください